子供の頃、今は亡きおじ夫婦に可愛がっていただいていた。母方の長兄であるおじは、祖父から土地山林の大部分を受け継ぎ、特に定職を持つでもなく、世俗と交わるのを拒むように、土地の管理と賃借収入で悠々自適に暮らしていた。人里より少し離れてある代々の古い平屋を受け継ぎ、なぜか子供もなく夫婦二人きりで広い家を持て余し気味に暮らしていた。共働きで忙しかったうちの両親に代わって、うちら兄弟をよく自宅に呼び寄せてはご馳走し、珍しい菓子を振る舞い、小遣いを与えて親になった気持ちを味わっていたと、年の離れた兄、おじとは少し疎遠気味の母は言っていた。高校に入り部活が忙しくなるまで、俺はよく土曜日の昼におじ宅へ行き、菓子を買い、小遣いをせびっていたのを覚えている。それでも高校生になって部活や補習で忙しくなり、あまり寄りつかなくなった。そんな高校2年生の春におばが亡くなった。急な脳一血で病院に運ばれる前に事切れていたと母は言っていた。高校生になり、叔父の家に寄りつくことは正月と盆の挨拶程度になっていた俺は、叔母の葬儀で久々に訪ねた叔父の家の荒れように驚いた。障子はボロボロ、襖は色あせて、洗い物はためっぱなし。確か祖父の代からの通いのお手伝いさんがいたはずだが、姿も見えない。聞くと、おばが亡くなる少し前に高齢を理由に去られたのだとか。おじさん大丈夫ですか？おばがいなくなっての意味も含めて生活全般大丈夫なのかというつもりで尋ねたが、よく考えもされずうつろな表情で、ああ、とだけ答えられた。たった一人の家族を亡くしたおじの落胆ぶりは、見るに耐えないほどだった。それからうちの父が家政婦さんを何度か手配したようだが、皆長続きすることなく去られていったと最近になって知った。竹林の中の古い一軒家は、どうも人間以外の何かがいるようでと、とある家政婦さんが言っておられたと。しばらくたち、俺は東京の美大へと進学が決まった。地元を離れる前に叔父に挨拶に行けと両親に言われ、地元を離れる数日前のとある夕方、叔父宅へ向かった。久方ぶりに訪ねた叔父の家は、あの叔母が亡くなった直後の荒れ放題な様子とすっかり反してきれいに整頓されていた。俺は新しいお手伝いさんはうまくやってくれてるのだなと思い、叔父に、お元気そうで、新しい家政婦さんはいい方ですかと尋ねると、叔父は読みかけの書籍から目線を上げることもなく、ああ、三田さんは随分といい人だったけど、秋前に辞めてったよ、と返された。家の様子はきれいに測れて整理されている。洗い物もない。叔父が自分でやっているのだろうか。そもそも食事の世話はどうされているのか。まさか老人がてんやものだけで暮らせるはずもない。俺が、この整頓のされようは誰がやっているのですか、をどう叔父の気に触らないように尋ねようかと考えていると、そうだ和坊、おばさんが作った天ぷら好きだったろ、冷蔵庫に残ってるから食ってけ、と俺の疑問にかぶせてくるようにおじが言ってきた。
こたつに入り、書籍に目をやったまま顔を上げようともしないおじ。表情で真意を測ることもできない。おばさんの天ぷらがあるんですか。俺は閉じられたままの仏壇に目をやりながら聞いた。ああ、昨夜も来てな、作って残していってるはずだ。冷蔵庫を見てみろ。と、指だけ台所の方を指さして答えた。しばしの沈黙。おじの横顔を見つめるも、おじの目は書籍の文字を追っている。電気つけましょうか。薄暗くなってきたこの家に死んだはずのおばがいるという得体の知れない状況に飲み込まれそうになった俺は立ち上がった。が、蛍光灯の紐がどこにもない。見ると蛍光灯の紐が根元で切られている。ああ、電気はなあ、あいつが嫌がるからいいんだ。俺は意を決したつもりでもう一度座り直し、おじに聞いた。おじさん、おばさんがいるのですか。おばさんが昨夜来られて天ぷらを作られたのですか。もしおじがボケてきているのなら、父母に報告してそれなりの処置を取らねば。もしおじが正気なのだとしたら、何かおかしなことが起こっているに違いない。おじは俺の思惑を打ち消すように声を強めて、ああとだけ言うと初めてこっちを向いた。でもおばさんは亡くなられたのではという疑問をおじの顔を見て飲み込んだ。老眼鏡の奥のおじのうつろな瞳、黒目はキュッと締まり、白目は黄色く濁り、焦点がどこにあるのかわからない。おじのボケをほぼ確信した俺は、俺明日早いので今日はもう、と言うと、おお、帰るか。帰る前にな、離れにな、庭仕事用のはしごがあるからな、あれ持ってきてくれんか、と言った。脚立を？ここへですか？と問うと、ああ、毎晩おばさんがな、あそこから降りてくるのが大変そうなんだよ、と仏壇の上の天袋を指さした。え？亡くなったおばが天袋から降りてくる。言葉の意味を飲み込めずにいると、おじは濁った目で俺を見据え、おばさんな、夜になるとあの天袋からぬーっと出てきて、あの横の杉柱を伝って降りてくるんだよ。おじは天袋の横の杉柱を指でなぞるように指し示した。おじさん、おばさんは1年前に亡くなられましたよと続けずにいると、おじが分かっていると言わんばかりに、俺も焼いたつもりだったけどな、いたんだよ、隠れてたんだあそこにな、と焦点の定まらない目で俺を見据え、天袋を指し示した。仏壇の上にある天袋を見上げる俺、古ぼけた襖は閉じられたままだ。あの奥におばさんがいる。毎晩帰ってくるんだけど、あの杉は磨かれてツルツルだろう。滑りやすくて大変そうなんだ。だからあそこにな、はしごを立てかけといてやろうと思うんだ。俺に言葉を挟ませるのを拒むように続けた。
とりあえずここは叔父の言うことを聞き、一刻も早くここを出たい。そして父母にこの件を報告せねばと思い、古ぼけた脚立を居間へ持ち込み杉柱に立てかけると、逃げるように叔父宅を後にした。時間はすでに5時を回って薄暗かったが、叔父は居間で明かりもつけず、座椅子に座り古い書籍をめくっていた。帰宅後、両親に顛末を相談。叔父をホームに入れた方がいい的な報告をしたが、もう何度も家政婦の世話もホームの話もしてるが、剣もほろろで全く聞いてもらえないんだよ、と父も困った顔で言っていた。家政婦の費用もすべて我が家の持ち出しで、何かと大変だという愚痴も吐いた。また、おばが帰ってきたという妄想は母も聞き及んでいたらしい。結局、母が時折様子を見に行くということで、その場を取り繕った。それからまた数年が経ち、とある春の日、叔父が亡くなった。座椅子に腰掛けたまま静かに息を引き取っているのを、郵便配達の方が見つけられたのだと。その日のうちに連絡があり、昼過ぎに叔父宅へ駆けつけると、すでに叔父は安らかな顔でおかんに収まり、仏壇の前に横たえられていた。仏壇の横の杉柱には、数年前に俺が立てかけたままの古ぼけた脚立がそのまま残してあった。今なら天袋を覗けるな。ふと好奇心が湧き、脚立に手をかけようと見ると、埃の積もった脚立には、確かに降りる方向に握られた手形がいくつもついていた。